はい、どうも、横です。というわけで、まあ、暑いですね、最近ね。皆さん、どうですか、最近。英語ちゃんと勉強できてる？やる気なくなってきてるんちゃうかな？英会話って、まあ、英会話だけじゃないですけど、まあ、言語を学ぶにあたって一番大事なのって、モチベーションを維持することだと思うんですよね。で、なるべくみんなにね、こう、あ、これって英語でこう言うんやっていう喜びをシェアしていけるチャンネルにしたいなと思ってるわけです。というわけでね、先日コミュニティの方で質問というか回答を募集させてもらったんですけど、皆さんの普段ちょいイラッとすることって何ですかっていう質問をしました。はい。一人質問者の方の中でね、これってそのことですかって言い当ててくれた方がやったんですけどね。そう、今日紹介したいフレーズが pet peeves です。はい。この pet peeves っていうのは何かっていうと、something that especially annoys you. something that especially annoys you. あなたをイライラさせるものは何ですか？特段にイラッとさせるものは何ですか？っていうことですね。なんで、まあ、会話の糸口になるかなと思うんですよね。まあ、実際そのコメントかなりたくさんいただいて、400件を超えるね、コメントを皆さんしていただいて、だから皆さん普段からね、って思うことがね、あると思うんですよ。で、これってやっぱりまあ、万国共通というか、誰でもあると思うんで、で、この pet peeves っていう単語を知ってれば、まあ、英語話者には一発で聞けるわけなんですよね。メンタリストの DAIGO さんも言ってましたけど、嫌なものって、なんか人を結束させるというか、そういう力があるので、誰かに対する悪口じゃなくてね、なんかこういうことする人ってちょっとな、こういうのやっとくるわっていうところで共通点を人は見出しやすいのかなと思うんですよね。なんで皆さんの pet peeves を、まあ、英語でどういうのかっていうのをね、シェアさせてもらいたいなと思います。どんなことにイラっとくるっていうのの質問の仕方なんですけど、まあ、これめっちゃシンプルです。What are your pet peeves? はい。What are your pet peeves? What are your pet peeves? What are your pet peeves? はい。で、この後に例えば、at work とか、at school とか、in a relationship とかっていう風につけることによって、その具体的なシチュエーションを指定して、こういう時に特にイラッとすることって何？っていう風に聞くことができます。その質問の聞き方は、What are your pet peeves? What are your pet peeves? って聞くんですけど、その答え方、まあ主に2種類あって、What are your pet peeves? あなたの pet peeves は何？イライラさせることは何？って聞いてるので、そのまま名詞として答えるとき。まあ、もらった回答の中でかなり多かったのが貧乏ゆすりだったんですけど。まあ、貧乏ゆすりだったら、my pet peeves are legs shaking. Legs shaking. っていうのが貧乏ゆすりのことなんで、my pet peeves are legs shaking. っていうふうに答えます。あとは、人がとか、まあ、特定の誰かがこういうことするときが嫌っていう答え方ですね。はい。I don't like when people. People ってしたときは一般的に誰かがこれをしたとき。あとは特定の人、自分の boyfriend, my girlfriend, my brother, my sister. そんな感じで、I don't like when 誰誰、なんとかなんとかなんとか。っていうふうに文章を始めます。なんで、その後に何が来るか、そのものなのか文章なのかによって、my pet peeves are って始めるのか、I don't like when っていうふうに始めるのかっていうのを決めましょう。今回はどんなシチュエーションでもいいっていう風に言ったんでね、かなりいろんなシチュエーションのコメントをいただいたんですけれど、ちょっとね、全部やるとかなり長くなってしまうので、代表のものだけちょっと紹介させてもらって、今後ね、何本かに分けて動画をね、出していけたらなと思います。People who are picky when they don't cook. あー、これね、いるね。いますね、味だけにうるさい人ね。はい。自分で作ったらええやんいう話なんですけどね。When I say I don't care what men think and girls go, that's not cute. これ未だにいるんですか？こういう女の子。まあなんか若い子とかにはいるのかな？うん。可愛くない。もう可愛いこそ正義みたいなね。People calling their favorites my babies. あー、いるね。この子ってね。そう。An email you can spot させていただきます everywhere. これめっちゃわかるわ。もうね、何かにつけてさせていただきます。語尾がひたすらさせていただきますみたいなね。なんか、で、言いにくいやん、させていただきますってね。いたしますじゃあかんのかなって時はない。謙譲語と尊敬語はこう、うまく織り交ぜて使いましょうってなりますよね。People who start conversation assuming everybody wants to get married. あ、いる。いる。そう、めんどくさいですね。フランスでね、語学学校行ってた時、その周りの生徒がほぼ主婦の方で、そこにいた主婦の方はみんなやっぱりなんか結婚が一個のゴール、人生のアチーフメントみたいな、マイルストーンみたいな感じで、思ってる人が多かったかな。結婚した方がいい、結婚した方がいいってめちゃめちゃ言われましたけどね、うちも。知らんわいう話ですね、そんなんね。People just raising their empty glass and saying, another one at 居酒屋。When people leave the last piece on a plate without no reason. People who never move from the near door spot on a train with a backpack on their back.
Kids who touch items in stores and parents who don't stop them. People who judge you for not being cute to men. People who make noise with tongs and scare breads the hell out of bakery. この発想はなかったな。この発想、パンが怖がってるっていう。この発想はなかったな。いやね、いますね。居酒屋で同じのっていう人。バーじゃなくてね。バーとかじゃなくて同じのって言うてくる人ね。で、あれやろ。飲み放題のグラスもどれかわからんようなやつで、ね、同じのって言うてくるやつやろ。めっちゃうざいな。覚えてへんよね、お前のオーダー。で、最後の一個残す人ね。勝手に食べたらこっちが悪いみたいなやつやん。な。電車でね、入り口から動かない人いっぱいいますよね。もうね、電車のトピック、電車とかその公共の場でのそのマナーの悪さみたいなのイライラってね、めっちゃあったんですよ。でもこれはもう別個で動画作る予定なんでね。ぜひエピソードある人はコメントに書いてくださいね。この叱らない親ね、こうやって何でも触らせて、特になんかスーパーとかで食べ物触らせてんのはほんまに嫌ですね。お前やめましょう、そのママの方々、親の方々ね。やめましょう、ほんまに。迷惑。迷惑でしかない。めっちゃパンにシンパシー持ってるやん、この人。パンがかわいそうみたいな。TikTok and Instagram keep recommending pages where people do weird dance moves or women showing nothing but their butts and exercising. そうね、そんなおすすめで出てくる。うち、あ、まあでもね、まあうち TikTok はやってへんし、インスタもほとんど見やんからわからんけど。まあでも、なんかわかる。なんかわかる。People who try to leave the room during movies end roll at a movie theater. あー、いますね、いますね。うちは個人的には、あのエンドロールの最後まで残るタイプですね。やっぱりなんか映画制作に携わった人の名前、まあ一個一個見やんにしても制作人へのリスペクトとして残っときたいっていうのと、あと映画の音楽がずっと流れてるから それも含めて全部映画じゃないですか。エンドロールの最後になんかおまけの映像みたいな感じでちょっと映像あったりするでしょう。それが楽しみで、それないかなと思って最後まで残ってたりしますね。 People who don't change a toilet roll and just leave a tiny piece of paper that is not enough for a wipe. ももちゃん仲間がおったよ。そう、これね、あのうちの別のゲソンなラジオっていうももちゃんと二人で毒を吐き散らすだけのねチャンネルをやってるんですけど、そこでもももちゃんがめっちゃ熱く語ってたんですけどね、変えましょう。トイレットペーパーぐらい変えましょうね。2秒ぐらいやん、そんな変えていこうね。せめてね、なんか予備のやつが後ろにあるとかやったら、まだわからんでもないけど、なんか何もない状態で行くのはね、ちょっとね。 A girl always sat next to me at lunch when I preferred to be alone. One day I asked her why she had sat with me and she said, out of pity. めっちゃ迷惑。めっちゃ迷惑。これわかるわ。うちも割と一人でいたい人やから、めっちゃわかるわ。でね、うちは別にその、なんで一緒に座るのって聞いたことはないんですけど、高2でクラス替えになって、2年と3年はクラス一緒みたいな感じだったんですけど、高1の時同じクラスやった子が、その高2のクラスになったその初日の昼ご飯の時に、うちの周りの机ガーッ集めてきて、別にうち一人で全然食べる気やったのに、なんか知らんけどうちのとこに集まってきて、で、なんかそっから仲良しグループみたいになったんですけど、ちょっとそういうのね、ほんまに。People who try to sum up but aren't really able to do so. あ、いるね。あ、わかる、こうでしょうっていうのが全然そうじゃないっていう時ね。めっちゃあるよ、わかるわかる。話終わらせろよ、こっちみたいなあるよね。わかるわ。Straight guys saying, oh, I don't do that when they find out I'm gay. That is so triggering. これね、もうほんま。何をもってしてお前がゲイの人に口説かれると思ってんのみたいな。で、そういうやつらって大体ね、で、自分ゲイに口説かれたことあんのって言ったらないとか言うんですよ。でもなんかそう口説かれたら嫌いから嫌いとか言うんですよ。ないか。ないから、お前選ぶことは。Girls who don't take compliment but behave as if they know they're cute. ああ、いる。いるいる。そんなことないよ。全然そんなことないよ。とか言うやつね。バカにすぎ。いやでもなんか、本当にありがとうって言ってくれる方が可愛いなと思いますけどね、うちは。昔働き始めたレストランでめちゃめちゃ可愛い子がいて、もうほんまになんで芸能人にならんかったんっていうぐらい、めっちゃ可愛い子がいたんですよ。で、その子を見た瞬間にうち、めっちゃ可愛いですねって5回ぐらい言ったんですけど、その度に、はぁ、ありがとうって言ってくれる子で、いい子です。Classmate asking my score and not telling me theirs, but just saying, oh, it was awful.あー、いるね。いるかな、わからんけど。うち高校の時イラッとしたのは、その初日にね、靴へくっつけてきた中のうちの一人なんですけど、
あのめっちゃ頭いい子なんですよ、その子。テストの前とかにいつもなんか、うわ全然勉強してんよなとかって、やばいって言って、ほんまに勉強してないんですよ。ほんまに勉強してなくて、もう赤点とか何回か取ってるんですけど、もうほんまに勉強してないわって言ってて、いや私も全然勉強してないってどうしようとかって言っときながら100点取るんですよ、そいつ。めっちゃうざくないですか。もううち今回めっちゃ自信あんね、勉強したねって言ってくれた方が良くないですか。で勉強してないのにさらっと100点取ってるって言ったら、それもそれでムカつくし腹立つわ。だからもうね、一切連絡取ってないですよ。People who mock people trying new things or trying to make a change。 あーいるね、やっぱ現状維持楽ですからね。すぐね、なんかいやそんなんしても無理やってとかってね、引きずり下ろそうとしてくるやついるね。何もせんねやったら黙ってろって思いますよね、ほんまに。 My husband complaining is hot who finds himself completely covered with a comforter in the summer and in winter comparing is cold who wears nothing but a t-shirt and half pants。 なんかね、謎な男の人いますよね。これね、なんかうちの例に書いた元彼みたいですよね。まあ、元彼でも2、3回やっただけの人なんですけど、フランス、パリ、真冬、寒いです。真冬にシャワーから出てきて、体にタオルだけ巻いてきて、拭かずにですよ。普通って言ったらあかんのかな。そのタオルで体を拭いてから、まあ、体に巻くなりして出てくるでしょ。拭かずに巻いただけで出てきて、で、そのびしゃびしゃな状態で、もう足も何も拭かないですね。そのブッ、ブワー出てきて、もうそいつが歩いた後にはもう、まあ、水滴が落ちてるわ、そのびしょびしょな状態でベッドの上座ろうとするわ、そんで挙句その状態で寒いとか言うてて、アホなお前が、アホやろ言うて、まあ、それとタバコとようわからん薬吸うてるっていうのが原因で会わなくなったんですけどね。People who knock but open the door without waiting an answer。 あ、これうちのおかん。これうちのおかん。ほんまに嫌。だからね、うち人と住めないんですよ。もしたら鍵つけようかなぐらいの勢いね。ほんまに。なんなら LINE してほしいもん、今何してるって言って、同じ家の中にいても。そう、ノックの意味って話をね。あ、タバコ吸っていいって言って、こう、もうあと1ミリで火つきますぐらいの状態で言ってくる人みたいな。いや、聞くなや、みたいな。吸うな、むしろ、みたいな。ごめんなさいね。タバコ苦手なんで。その聞く意味、そのノックの意味っていうね。People who start talking about themselves even when others are talking about different topics. People who don't eat the last grain of rice in their bowl. People liking every post / comment on social media. People who don't Google. あーもうわかる。いやもうね、米の国の民としてね、やっぱご飯粒残されてるの。なんかその外国人の人とかで日本好きな人って多いでしょ。あ、日本食大好きとか言うくせにご飯めっちゃ残してたりとか。これもうちめっちゃ個人的になんで、ほんまに申し訳ないんですけど、もう白米をうちは愛してるんで、その白米にもうそれだけで美味しい白米にあの醤油ガーッとかかけられると、もうなんかもうってなりますね。とググらない人ね。そんなに難しいかな。人に聞いて答えを待つよりも自分でググった方が早いと思うんですけどね。いますね。この間メイク動画出したでしょ。まあ一応使ってる製品のそのパッケージに書いてあるブランド名とその色の名前が分かるように全部写してるにもかかわらず、これどこの製品のですかって言ってコメント書いてる人がおっても。もう一回見ろ。いますね、 YouTuber とかでコメント全部にハートついてるみたいな人とかね。参加賞みたいな。別にそんなに嬉しくないみたいなね、ありますよね。 People who judge others by their blood types like Oh, you're type O? Girl, you're messy. I'm AB, so I'm genius. この例えめっちゃ極端ですね。もうなんか AB 型だから天才型だよって、もどんだけマウント取っていくんだこいつ。My husband who have full generous lashes who can find things that are right in front of him. これだいぶ個人的なやつですけど。なんか可愛いじゃないですか。まつげが邪魔になってるっていうね、まさかの。というわけで今日はかなりたくさんのコメントをいただいた中のほんの少しだけしか紹介できなかったんですけど、ちょっとね、これその英会話の練習にいいトピックやなと思うんでね、引き続きあの質問を募集していきたいと思います。今のところね、やろうと思ってるテーマが接客業で働いてる人のいらんかったお客さんのエピソードやったりとか、逆にこういう店員さんいらんかったわっていうエピソードやったり、あとは電車とか公共の場でのマナーについてのイラっていうのはかなり多かったのと、あともう今この時期ですね、まあ、このコロナ禍の間で、まあ、イラッとした人の言動、これはまあよくあることやと思うんですけど、まあ、家庭内やったりとか恋愛中にあるなんか相手のイラッとするようなことっていうのもあったら、ぜひコメントを残してください。それぞれ別個の動画を作る予定なんで、引き続き回答募集していくので、ぜひコメント残してください。 Alright, thank you guys so much for watching. Make sure to subscribe to my channel and click the bell to get a notification every time I upload a video. Bye guys.